原爆ドーム前で行われた抗議活動には、広島に住むウクライナ人や戦争に反対する日本人などおよそ120人が集まりました。参加者は戦争反対などと書かれたプラカードを掲げ、ロシアへ抗議の意思を示し、中には涙をこらえながら平和を強く訴える子どもの姿も見られました。ウクライナで戦争が終わったら、私は親戚やおばあちゃんに会いに行きたいと思います。周りの力も必要ですので、ぜひ力になれる方がお願いします。